おかえり金木君。あんたはもう普通の人間じゃない。半分はグールなんだよ。グールは人間を食べないと生きていけない。僕の行きつけのレストランに招待させてもらえないだろうか。あの人は築山っつって厄介者。グールレストラン。その瞳を見た瞬間から僕の心は君でいっぱいだった。山さん、さあディナーを楽しもう。乱暴しようってわけじゃないんだ。正確に言えば金木君が食べながら金木君を食べた。僕はあなたになんか食べられない。人を食うことを僕らに許された快楽じゃないか。人の命は何だと。